まあ、残しちゃったみたいなのが、殺したかったんでしょうね。殺したかったですね。夏をしようとするとすぐ引っかかってやられちゃう組み合わせなんで、最後まで気を抜かないでしっかり立ち回りで頑張るって感じの組み合わせっぽいですね。あ、はい、夏はもう捕まえられないストレスと戦い続けるゲームじゃないですか。そういうね、これは本当にここでユンナがどうするかっていうと、はい、このストレス行動なんですよ。あ、でもこれ気持ちよくなりますよ。あ、気持ちいい。しかし下じゃない、知らない、まあ、上立ってますね。イラッときますね。こいつって思いますよ。名人、あ、捕まっちゃった。旋風進んでいく。一発わかんないですよ、これ、はい、こうなったときどっち側の技当てやすいとか、当てやすいのは言うんなんですけど、言うんですよね。ゼロカットなんで、はい、さっき血足当たって死ななかったじゃないですか、はい、ことを考えるとやっぱタットリが有利かなっていう気がします。タットリは触れば基本的に勝てるんで、あのゲージの下が入ってしまうけど、やっぱこのプレッシャーなんですかね。ずっと前入ってますね。まあ前行きたいですからね、やっぱタットリが。バクジャンもなりますね。崩しからのコボット、はい、ちょっと見てなかったんですけど、さっきはコボキから決勝に行って当たらなかったんですけど、はい、僕歩いてダイパンに切り替えるのでちゃんと、ああ、かなりそういうとこがうまいんですよね。僕なんかはあそこ鉄山にきっちり最後の締めまできっちりやれるんですけど、東さんはちょっとそれはできないって言って、まあ、ただコボキでやってるとやっぱりそこまでゲージ見らんないですね。ああ、そうなんですか。どっかしら見らんないんで、このゲームやっぱよくできてて、全部見ることは多分不可能なんですよ、はい。じゃあどこを重視するかみたいなところですね。もう決まって中央台超強気ですね。俺もこれになってくるんですよ、ね。あれだと。当たりじゃんけんみたいな。ちょうど緊張系じゃないよねって意識からの中央台ですよ。どうしようかなってところで、あれが飛んでくると。あれに温まっちゃってマグロとかあの位置でし始めるとちょっときついんですよね。さあ強いですよ、冷やしにするなら、はい、カエルさんかなり困ってますね。そうですね、見てると決め手が全体を押し起こしすぎなのかなって気がしますね。はい、もう簡単に発動させてしまって今画面始めこのクック取るか取らない、取らないですよね、うん、取るとすごく厳しいんですよね。どうしたか分かんないですね。結構パナシとかもしたいんですけど、この状態で取っちゃうとなんかパナそうと思ってもなんか雷撃手食らってうわーってなっちゃうんで、ここはさっきから上に入れてたんで緊張系混ぜ始めてました、はい、おー突っ込む強気、はい、まあ行かなくちゃいけないんですよね。歩きでも押してこうってところの EX 手段は本当にきついんで、地上戦をやる側としてはそれなんか心理的読みの EX 手段だったんですか。まあ序盤ですからね、見せるっていうのもかなり大事です。さあ3-1でカエルバットでだいぶ苦しくなってきましたね。薬が決まったけど、じゃまだまだユンのペースですね、これだと。ゲージが崩れて、ちょっと何しよう。緊張系いきますね。おっと、飛びがしゃがみに入って。いいですね。マスでしょ、使う。微妙ですね、投げたい、うん、投げたい。でも使わないとナットリガンゲージが溜まっちゃうんで、死ぬに行っちゃった方が逆にいいかもしれないですね。まあ難しいですね、使って死ぬよりは、はい、コンボ狙いに行ってフルコンだったら死ぬんで、はい、まあ、狙いに行ったんでしょうね、選択肢だったら。まあ死に方としては悪くない死に方でしたね、はい、横風呂入ってますね、あの曲。
崩れたけど、この投げようと思って崩れて、またガードして電波転身食らっちゃうんですよ、ね、どうしても。もう一生、なんかその後昇竜拳でもこすってれば当たりそうなもんなんですけど。これはちょっと銀が、ガットリガのイラッとするポイントですね。やっぱこう、うまいですね。転がしていかない。悩むところなんですけど、いかがですか。まあ、若干残ってたんで、それやばかったですね。あ、うまいですね。抱える取り返し、3人ですね、これで。やっぱりあそこで置き詰めいっちゃうと、はい、2分1でワンブロー何々じゃん。ああ、そうまあ、何々というか、緊張系が当たっちゃうんで、緊張系前捨て、緊張系中山で入っちゃうんで、まあ、かなりそうしたら、ないですね。まあ、1本残したまま下がって。はい、下がればゲージがたまらないんで、インガーが。はい、そこで2択いって読み分けると、やっぱりゲージが半分たまって、そこから端スタートになっちゃうので、それを避けるというのはいい判断なんじゃないかとは思います、ね。ちょっと、まあ、いつも間違いではないですけど、当たれば殺せるんで。カエルさんになんか風が吹いてきた感じですよね。はい、でも確かに、雰囲気が良くなりましたね。さっきまではもう何していいか分かんないみたいな感じだったから、はい、自分の意思を持って能動的に仕掛けるようになったんで、はい、そこがかなりいいかと思います。まあ、だからそれでああいう振り込み食らうのはしょうがないです、はっきり言って。結局振り込み食らわなくても端で崩されてるのは一緒なんで。まあそこまで取られてると弱打しく決めても取り返すのが厳しいで、そうですね、出て取れるんだろうと。だしダクリもやっぱりゲージが絡むんで、はい、1本使って1本半残ったってことは、やっぱり違うのに2本半溜まるって結構美味しいですね、ダクリが。だからそれはもう1回残り2ラウンドの中で1回捕まえてしまえばもう勝利が見えますもんね。そうですね、1本半ある状態、もう神経質になりますよね、2本半は。これは個人的にはだってダクリ戦で3連ドルまで行って、はい、ダクリに3本あったりするの結構絶望的ですからね。ああ、やっちまったのって言われたって何も食らえないのに、はあ、これで P 負けなんですけど、これでももう2本なんで、まあ、若干ダクリ有利かなって感じですね、これは。しかし、カムクシャガ台に歩き調子でしょう。まあまあ、もうこうなってしまうとね、正直どこで捕まえるかっていう勝負なんで、僕はもう一回も捕まりたくないっていう感じですからね。あ、いったな、あの大パン。これはちょっと、きついですけど。ですけど、いらないですね、扇風客は。うん。で、しっかりっすよね、ネタさんが。やだ、下入ってますね。はい。マチュケコーク、つながってリーチ。あんな遅くつながるの。うわー、やりますね。ゲー、前中継悪かったと俺は今思っちゃいますね。打つ必要がない前中継みたいな。そうなんですよね。取られて。取りますよね、ダットリガーは。前中継さえ打たなければ、はい、大抵エクスパスンガーを食らうってことは基本的にありえないんですよ、ゲーム中盤は。だから、実はやっぱり壊した前後の崩しになって、食らってもジャンプ攻撃、もしくはブロられて投げと。やっぱでもプレッシャー受けちゃうと打っちゃうんですよね、ユンガーも。あっって。まあ僕も打ちますけど。でも、いろいろケアした上で打つっていう感じですよ。あの体力だとバッテリーがもうやるしかないになっちゃうんで、なってくるんですよね。よく取りますね、今。つかみに行きますね。まあ、必要経費ですね、バッテリーは。やっぱ少し投げ。本当はマシンガンの部分だけ当たって、あり得るんですよね。やっぱガードジャンプなんかしちゃうと当たっちゃいますよね。ああいうのすごい怖いんですよ。なんかしょうがないって感じですよね。うまーって感じですね。しかし小足を食らってしまいましたね、これ。立ち台パン。私、EX 以上。使っていく。多分、ムスタさんも使ったんじゃないですか、今。いや、僕はそこだったら使わないですね。しゃがみ中盤第2試合。死ぬんだったら使うんですけど、はい、どうしても多分この状況に持っていきたかったんでしょうね。開幕ゲーム張ってからの優位的状況。しかし。これちょっと冷やしに苦しいですよ。ワンブロじゃまだまだってところですもんね。まだターンが回ってこない。
あ、いらないでしょう。あの、ね、ジャマシは絶対いらないですね。ジャッキンガッパーコーク、多分死ぬと思うんで、はい、まあ、死なくても削り、死なくても、はい、削りいけるんだよね。削りいけるはずなんで、まあ、でも難しいですよね、やっぱ、ノジアリ、いつもやってるコンボをやっぱり選択しちゃうっていうのは、大化けで、やっぱり10回に1回ぐらい起こしてると思うんですよね、ああいうのって。ああ、そうですね、やっぱり難しいのがあると。確かに見せるんだったら、僕はちょっとなって感じですね。調子ね。ここでよくダトリがバックステしますよね。そう、早いですからね、ダトリがバックステ、はい、まあでもカエルさんしないで、ちゃんときっちり読み合ってみたいな感じなんで、見てると。ラッキーヒットがなくなりますからね、はい、バックダッシュしなければ。うん、ユナもあれバックダッシュされると大体追っかけるしかないんで、リスクを負わせるってなると直接的にそれをなんかマグロされると逆に死んじゃうんで、うん、難しいんですよね。まあ、適正でバックステップするようだったら追っかけるって感じなんで、そうね、まだやってないですから、キャスさんも対局打たない、でも見たら打つっていう感じですね。引き頼みますね。きっちりそういう基本的な崩しなんですけど、はい、基本にして最高の崩しなんだ。それさ、そんなボコスか技を食らうイメージが今のとこないんですけど、はい、そこまでブロッキング取らないですね。そうですね、ガンガン入れる人はガンガン入れるじゃないですか、ユンがこの距離ならば、はい、多分取れてないだけで入れてはいると思うんですけどね、今ですか。はい、びくびくしてるんで、今のはちょっと痛いミスでしたね。なんとならこれが強いんですよね。はい、もう空対空でユンに負けるダットリっていう構図がですね、これ多分両方使うんですけど、はい、かなりもうなんか、あ、このキャラ強いなって思ってしまう。ここは勝ちたいみたいな。まあブルーがあるから結局取られちゃうって絶対入っちゃいますからね。さあ、これで4対4ですね、勝った、まあ、どっちが勝っても席替えになりますけども、結構面白い組み合わせだと思ってなんですけど、面白いですね。ですね、なかなかいい勝負ですね。と、これが繋がるんですよね、今はほとんどうまいですね。あれなんか繋がりやすいですよね。はい、ユン繋がりやすくないですか。ユンは多分あの、前ジャンプとバックジャンプから長いんだ、はい、なるほど。そうそう、勝ちたい、まあ、難しいんでコークにしちゃってる人もいると思うんですけど、うん、ほとんど繋がるんじゃないかな。なるほど、なるほど、はい、ジャンプの相手のやられが早やられたんですね。下入ってますね。うん、うまいですね。ミスったんですけど、フォローもすごかったですね。来月が1回多かったですね。まあ、チゲコーク中心失礼確認して、さあ、これでカエル5本で席替えになりますね。P2P は入れ替わってください。まあ、1、2分休憩するものし、すぐやるものし、どちらでも。5試合目あたりからね、カエルさんがちょっと調子が良くなってきたというか、そうですね、カエルさんが、まあ、東さんが結構、本当に能動的に動くばっかりなんで、はい、対応してきたって感じですよね。そうですね、まあ、その読み負けた時もちゃんと意思を込めた動きをして、読み負けてた感じなんで、まあ、ちょっとお互いいいとこが出るようになってきたかなっていう感じですね。こうなってくるとユン側が手を変えるっていうのがすごいセオリーですね。かなり経験とかそういうのが必要になってくると思うんですけど、はい、まあ、このままいったら多分キヤシンさん負けちゃうんじゃないかなっぽい感じの流れですね。やっぱりキヤシンさんの方が割と効率の悪い行動を取るのが多いんで、はい、そうなるとやっぱりお互いにちゃんと自分の意思を込めてる動きをしている場合は、はい、効率勝負になりやすいんで、どうしてもユン側の方が分が悪いですね。
マスプレッシャーが道行くか振ってるのをバレてるような場合は感覚してきますもんね。そうか、そこに差し返すってされないけど、ダッキーがもう刺さばった、刺さばった殴りに行きますよ、はい、コンパクトジャンプ。東日清もね、ちょっとコンボ変えてきてますね。もうよくガードしましたね、今これは大ラッキングだったんですね。わー、強気コワコワですね、今の。このままやっぱり東日清さんの持ち味というか、うん、まあダメだと思うんですけど今コワコワが通るってことは何が通るんで。あー、読まれてますね。ああ、小林ジャンプダイパー下から崩していって、打ち切って横転身、まあ、下がって、まあ本当ここは本当寄せがカエルさんに、はい、どんどんカエルさんの寄せが上手くなっている印象ですね。さあ、でもこれまた嫌なダントリが3分、あー、ちょっと長いんですよね。届かないんですよね。やっぱシャガチューパンコークなんですかね。いや、大軽月マシンがね。大軽月マシンがね。あの体力差の考えからやっぱりやるべきですね。あれが3本目なら別にいいんですよ。あの、コアパーコークあと2回でも死ぬんで。ただ、3本目もあると思う。カウンターを考慮して、勝たなきゃいけない。あと 2ラウンド取らなきゃいけないということを考えると、やっぱりあそこは大軽月マシンが多くできるんですね。ミスってもいいんですよ。すごい、なんか分かりやすい感じで、ありがとうございます。普段やってないじゃないですかね、来歴のチャンピオン。まあ、何回もやれって言ってるんですよね。反撃の後のやっぱり打撃って、はい、いつもやってるのを出しがちなんですよね、どうしても。はい、うん、この前なんか、あ、まあ、別の話になっちゃうんですけど。はい、剣だと中パンチを出して昇竜拳だとかなんですけど、マスケさん聞いたらやりやすいだけだもん、さ、本当は中足の方がみたいなコード見ている。やっぱりゲームがだいぶ変わるんで、はい、これはマスケンしかやってこないですけど、うまいと思いますよ、はい、中パン昇竜は。あ、すいません、ちょっと話題出ちゃったんで。あ、でもその何キャラ使ってもそうなんですけど、ラティッシュってやっぱ強いじゃないですか、はい、強いというか、まあ、多分きついと思うんですよ、結構。なんでだからこそ、逆にあれって読み勝たないと取れないじゃないですか。はい、そうですね。読み勝った時に最大が取れなかったら、やっぱ打たれ放題になっちゃうんですよね。審判コークだったら食らってもいいやってなっちゃうんで。開幕行きましたね、張ってから。これはもう投げ感謝ありますね、違うの。さあ、これも外形マシンが当たると死ぬんで。で、まあ、でも状況的には盛り返しました。ラップリングとしてはここはもう最後の最近はなければ、はい、これはもう全然必要経費って感じです。あと1回で延々時でも死なないんで、フルコンさえ食らわないけど、さあここで即死になってるんですよ。ちょっと読み負けがなんか4力ぐらいして、コークスクローが出なかったって感じです。もしくは大KS マシンガンを決めるったら出ちゃったかもしれないですね。あ、ありますね。が置いたら扇風機の後寄ってきますもんね。はい、わざわざ不だろうよみたいな。さあ、冷やし椅子が逆転してこれで5対6で冷やし椅子6ですね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないですね、あれは。まあ、即掴みされなかったんで、我慢しても良かったかなっていう気もしますけどね。そうですね、今、即掴みっていうのがほとんどないんで。さっきの体力だと、即掴みでも死んじゃうんですよ。はい。で、こう、即掴み。で、東日本の方は結構痛いんで、はい。で、こう、死んじゃうんですけど、最初はもう、あの、レアコンというか、キーパー陣が固めて時間を勝負してくれたんで、即掴み、死ぬタイプ、死ぬコンボがなくなったんで、はい、あとはリーグだけ見て全部を1人だっていう感じでも良かったかなっていう気がしますね。もっとこれも初めて見ましたね、大系ジェット打ち切り。まあ、ウェレンのがもう分かっちゃったよみたいな感じが。そうですね、牛君はかなり厳しくて、あれ、あの高めライン企画を、うん、まあ、当てたりガードされたりした時に、あの大系ジェットアッパーを決めるとされると、はい、あの
ガード以外で勝てないんですよ。ああ、かなり嫌ですね。逃げたいですもんね、あそこは。とりあえず飛んで。前の投げが結構負けたりとかして。その、ブロも基本的に、狙ったブロじゃないといけないですから、6振れ技なんで、ちょっと遅いんで、はい、ガードの上げ抜けとかしてると、うん、あちょっとその投げ技捨てるところに勝ち合って、投げちゃっちゃう。あれはね、かなり強いんですよ。自分がバットに使って言うなんて言う人、もうあれしかやらないですよ、大型ジェットアップは。あれよく見ますもんね。立ってるすごい嵐。発動デッドになってるから、はい、実はあれ下振らされるとまずいんですよ。あみんなやってるんですけど、はい、あチラシでガードさせればゲームだっつって下振らわってないですか。確かに溜まってれば、はい、あの下振らされてもゲームは大丈夫なんですけど、あのデッドでやっちゃうと、はい、ゲージ出ないんで積極的にラットル側を心理戦そこ下入れていく感じですよね、うん。まあ、感じかな。動くところに一番のピンポイント下を選びますね。しかし塩増しにくい今度はね、微妙ですよね。そしたらこれはまあいいんじゃねえかっていうところがかなりあるんですよね。これはもうカエルさん開幕から行きたいオーラの部分ですよね。しかし塩水が怖いかと。ここの打ち場になりますね。絶対インナータイム取りたいですね。さあさっきからねこれ結構崩されちゃって結構減るんですねこれタイム。はい、1本目。しかしちょっと下ってきてコンボ速度がちょっと変えるか。ちょっとね、コンボが安いというか、3回ぐらい死にましたね。これで、サイズが6、冷やしにすが7ですね。開幕高い飛びます、ね、ここしゃがみ中盤の節ですかね今のは。そうですね、はい、高め台系です、まあ、読み負けで済ますにはちょっと痛すぎるかなって気はするんですけど、ただ今までがね機能してるんでしゃがみ中盤対策難しいところですよね。まあ、10月ならではそこは醍醐味なんですけど、毎回パッとからとやっぱり打ちづらいところではあるんですけど、じゃあどうしようかって悩めると思います。生活的に言いやすいですけど、行ったら行ったれっていう感じっぽいんで、はい、行ったら行ったれって感じですね。あのさっきの開幕だったりとかそういうのを考えると、まあ、無駄かなと気はしますね。ここはこの選択肢はどう思われますか。安定絡みだと、はい、マシンガンがちょっと難しいんで、はい、あれは別にいいんじゃないかなって気がします。こういう関係上、ジェットアッパーフォークで、まあ、とりあえず、はい、もう一回立ち合いに戻してと。あっ、で、このガッツリ対ユンの、その現役人の崩しって結構いろいろ難しいんですけど、お互い、はい、この前、黒田と話してたのに、ガッツリ自体の現役人に対する嗅覚はちょっと異常だっていう話になったんですよ。前方停止に来るとこだけよく分かってるみたいな。基本投げ暴れができないキャラなんで、はい、分かられちゃうと結構他の、まあ、投げ以外のタックルに変えそうするじゃないですか、はい、痛いんですよね。とにかくね、よくしゃがみ中盤コークとかで割ってるのを見るんですよね。絶対結果出ますからね、はい、ああいう掴みに行くタイミングで。これですよ。あの大 KO 取られるんですよ、うん、遅いじゃないですか。大
端出しても取られてるのに、何個いって思われるんですけど、ここは残されて、さあ、これでカエルが追いついて7ですね。先輩、ヒアシンス君が主導権を握って、喉的に行くんですけど、カエルがそれに合わせて調整していくっていうのがうまくいって、そうですね、まあ、1回ダウン取ってから、こう、スクリープローカーで発しで、もう逃がさないように固めながら、もう1回ダウンになっていく。白い運がね、なかなか珍しいんで、自分の試合見てるのかなと思ったんですけど、あとは裏切ってるな、壊し熱唱が漏れてた、調子熱唱かな、あ、これ何回も見てるんですよ、ダイキングの後の下ダイキングの後の下ブロック、下8年前ですからね、いないな、ちょっと知らなかったけど、7対7ラッキングのことでも結構難しいですよね、最速で投げるとなんか投げ無敵になってて何か使っちゃうんで、そうなんですよね、一瞬待たなきゃいけないとかもあって、もうクワースカストって、さあついにゲボスイに下前が下前決まると決まってしまいましたね、はい、さあ、カエル8位、ヒアシンス7、カエルの感じですよね、若干、はい、響く場面が結構あったとは思うんですけど、一番あれはカエルさんですね、やっぱり、うん、ただコンボでやっぱりそこを縮めてくる、まあ、これももう本当に期待値ずれるんで、はい、やめてほしいですよねどうしよう、そこは注目したないかな、今のは立ち合いでね、その背負い的な意味ではカエルの方が多分うまい行動、その期待値の高い行動が取れてるんですけど、それをヒラシンスがずらしてっていう感じですかね、はい、長丁場なんでどうしてもこういう収束の仕方をしちゃうのかなっていう気がしますけどね、今序盤の星が結構響いて今勝ちだな、もう一回その盛り返してますけど、この投げはその細かいところなんですけど、今のラウンド、そのさっきのラウンドにしても、上を食らう方にはダートフォークで死なないで、ゲージもダートの分しかたまらないんですけど、下に食らっちゃうとね、どうしてもこういう、取っていったんで、まあ、取ったところできつびしいですね。さあ、これでカエルが9、リーチがかかります。9対7ですね、ヒアシンスはここから3連勝しなきゃいけないんで、ちょっと苦しいですよ、どんどんなんかカエルさんが強くなってくるみたいな構図になってます ね、はい、うん、立ち合いにすごく、あ、これ真ん中でいいやみたいな場面がかなり多いんで、あ、無理しなきゃいいんだみたいな感じになってますね、あの台形がね、期待値高いんですよ、行って、今のもね、まあ、難しいですけどね、やっぱり打撃だけは食らっちゃいけないっていうのをちゃんとうまくガードしてますから、このラウンド、カエルさん、かなり強気じゃないですか、はい、あと1回だから、もう乗り越してやろうみたいな感じで、まあ、守りに入っちゃうと、どうしても弱くなるゲームなんで、ついにやりましたね、今、ましたね、ジャンプ攻撃からカニ。はい、あ、さっきも言ってました。多分ね、え、さっきも言ってました。どうした？ちょっと前にやめ時間で当たってました。飛びからの壊しをガードしてガードをガードしてっていうことは、うん、タイミングガードなんですよ。そうですね。当たってしまうんですよ。そういうことをすると。お仕置きをされてしまいましたね、今。ここは行きますね、これ。なんかね、ジャンプ攻撃が長くはないんで、うん、ギリギリとかなり前に入られちゃうとちょっときついですよね、はい、一番ましたね、やってねえと思うんですけどね確かに、その
その後で打開だったことを考えると、ママの打開やろうとするペースだと。これですね。コーヒーが出ないから、死ぬのか死ぬ。死ぬんですね。帰る10回、冷やしす7です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、次僕なんで、電磁波動拳で。はい、それでは本日第2試合の方を移りたいと思います。あ、ごめんなさい。コメントお願いします。